てってれー、どうも上戸彩です。やってきましたよ、丸亀製麺。中さん待ってください、上戸彩ですってどういうことですか。上戸彩さんがズルズルしてるじゃないですか。あー、私ずっと憧れてたんですよ、丸亀製麺。でも中さん、丸亀製麺食べたことないんですか。ないんですよ、それが恥ずかしい。意外となんか一人で来てたりするイメージでした。そうなりたい、今日お気に絶対あれ食べるって決めてきたの。これ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 、この鬼おろし肉ぶっかけめちゃくちゃうまそう。これも美味しそう、どうしよう。てか、鳥飯って何、うまそう。あー、もう今日はチートデーでいいですか。いいよ、いいって。 OK、 はい、じゃあ行きましょうか、もうね。あ、ちょっと怖い。頼み方知ってます。まず、お盆を持っていただいて。え、自分で自分で。なんか中学の時のテラス、あの学食みたい。もしあと天ぷらとかもあるんで、このお皿もし天ぷらに仕上がる場合は。え、天ぷら食べるのかな。私食べるみたい。で注文したいと思います。え、食べたいもの頼んでいいよね。そう、すいません、はい、鬼おろし肉ぶっかけの波、鶏飯単品、すだちおろし冷やさて波。そんな頼むの。鬼おろしお願いします。だってどうしても食べたかったんだ。はい、あ、麺作ってる、作ってる麺を。なんか今、今やってる。え、すごい、目の前で見られるのがテンション上がるね。はい、美味しそう、ありがとうございます。あ、キンキン、キンキンでござる。うわー、うまっしょー。さあ、うまそう。鳥飯ですね。鳥飯、100万乗ってる、うまそう。焼きたてのお肉はあちらで焼きます。すげー、今焼いてんの、今焼いてる、すごい。そして中さん、天ぷらも。天ぷら、いいの取って。はい。うまそう、ちくわ磯辺天だ、美味しそう。え、どうしよう、さつまいもだ。え、カリカリ。え、てかレンコンって今揚げたて。あ、じゃあ、はい、え、イカも美味しそう。なんか取りすぎじゃないですか。え、だって美味しそう。ちなみに丸亀と言ったら柏天が。え、そうなの。丸亀と言ったらそうなの。じゃあ食べる。大きいやつ。あ、すいません、ほぼ全部いってませんか。これ食べたかった。はい、はい、乗り切らん。箸、はい、箸。そして中さん、ご覧ください。あ、何、自由に使っていい薬味です。嘘でしょ。本当です。え、この物価高の現代、もちろん節度を持ってですけど、いくら入れても自由です。いきなり、いきなりそんな行きます。怒られない。あー、美味しそう。だから食いたい。いいですね、もう、もういいね。もうサムネとか終わったね。食べるよ、もう。私は解放するよ、すべてを。もう鍵壊すよ。いいね、いただきます。今さっきさ、お兄さんが焼いてたよね、このお肉ね。うわー、美味しそう。くんくん、ぶっこ踏める。味わわせ、久々なんだけど、ご褒美ご飯やばい。はい、いただきます。死んじゃう。あー、うまい、うまい。熱々なんですけど、肉が柔らかくって、もうこれはいい牛肉のふわっと香ってくる、このはい、いらっしゃい、ひろさん。うん、うん、うん、うまい。うん、コシが、コシが、え、もう腰がすごい。信じられない、信じられない、信じられない。うん、噛むと跳ね返して殴ってくるんですよ。すごいね、弾力がね。めちゃくちゃうまいんですけど、え、すごい美味しい。うん、味を今まで知らなかったら結構損してますね。人生損してた、めちゃくちゃうまいんですけど、なんかこんなに明確に如実に人生損したって思ったの久々です。激うま、腰、しかもこれで1000円いかないですからね。どうかしてるぜ。
美味しそう。ちくわってさ、なんでこんな青のりと合うんだろうね。あー、グッと滑る。ありがとうございます。サクサクのもっちもち揚げたてだ。うわー、めちゃくちゃうまい。うーまっ。いいっすか、鶏飯。なんか食べる予定なかったのに気がついたら頼んでた。うまい。うまい。ありがとう。村上製麺といえばって言ってたよね。柏手人気です。でっか。うわ、げんこつよりでかい。でかくなっちゃったわ。でっかい一口。うわー、うん、あっつあつ。マジで揚げたてだ、全部。でっかない？イカって顔よりでかい。なんかちなみにゆっくりでいいんですからね。あのデブって早食いするって言いますけど、別に時間ないわけじゃないんで。なんかお腹空いてきちゃった。ね、すっごいレンコン揚げたてだったけどでかっ。すごいね、わらじみたい。揚げたてだ、めちゃうま、めちゃうま、やばい。揚げ物とかさ、夏さ、絶対自分家でやりたくないじゃん。もうありがとうございます、本当に。丸亀さん、正解か。うまっ。うん、やばっ。ついに行きます、すだち。美味しそう、これ。これも知らなかったけどさ、気がついたら頼んでた。すだちがついてる、これは絞っていただきます。うん、すだちって大好き。すだちが入ってるものって絶対美味しいが確定してるもん。たっぷり絞ったすだちに絡んだおろしと一緒に、いただきます。うまい。料亭、京都の料亭。はい、こんばんは。上品。すだちのかかった部分のおろしがもうね、濃厚って感じよ。もうすごい。残暑お見舞い申し上げます。うん、やっぱり美味しいものしか食べたくないな。人生短いんだ。いっぱい中さん、でもこの撮影待機か、舞台なんか大変そうでしたね。めちゃ大変で、2年前にもやったんですけど、そこから大幅にやることが実は変わってて、階段の上り下りが1公演の間で何十回かあるんですよ。で、最近足がなんかパンパンになってきちゃって、何でもないところで転ぶようになってきちゃって、やばいんですよ。で、周りの人がさ、ジャニーズとダンサーさんなんですよ。なのに急にさ、引きこもりのオタクが真ん中で踊るって異常な事態なんですよ。でもなんかなんだろうと思ったら、手足がすごい短いのよ。すごい短いの。こういうとか足長いからヒュンってやってるとこ、なんか同じやつやってても届いてないみたいな。でも短い手足で一生懸命やってます。やっぱり一個ずつに全力投球してこそ全部クオリティが上がると思うので、これ舞台無事終わったら YouTube 撮りまくっていいですか。収録更新とかしたいですあの、僕らが死んじゃいます。なんか今日はカロリー気にしないって決めたら気が楽になったわ。でっかい。どうも、さつまいもマンです。うまい。なんかさ、お腹の具合は全然いける。マジ？鬼おろしのおかげでさ、さっぱりしてカロリーがなくなっていくんだよ。はい、っていうかさ、世の中の人はこんな美味しいものをさ、私に内緒で食べてたの？ずるいんだけど。誰も内緒にしてないと思いますけど。いや、これマジで美味しい。やばい。マジで次行くんですか？あの、涙足りなかった。
あー、うまい。もう飲んでるお米。中さん、もうマジで完食？寂しい、なくなっちゃうの？寂しいよ。おいしい。日本ってすごいよね、本当にさ。アニメとか特撮とか素晴らしい文化を生み出して、こんなに美味しいものを考えて作って、日本って最強だよね。え、視聴者の方々、今大半は中川翔太さんすげーなと思ってます。みんなは、なんで私に内緒でこんな美味しいもの食べてたの？ねえ、許さんよ、羨ましい。うん、はい、では、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。マネージャー、いいのかこれで。じゃあ撮影前にマジでダイエットするから食べさせないでって言われたばっかりなんですけど。言った、それは言った。で、中さん、あの、間違いないと言ってきたいのは食べさせてないですか？YouTube すごいんだよ、YouTube すごいんだよ。セイコーマートさんがさ、公式からリプライ来たんだよ。すごくない？すごいよね。セコマ様の公式だよ。これでセコマミニストップゴディバ様から連絡いただいてる。確かに。友達100人できるかな。最後の一口、寂しいよ。ない。もうない。ごちそうさまでした。完食。すごい。うまなくなっちゃった。もう麺のコシが素晴らしいし、牛肉プルプルだし、天ぷらいっぱいあったのに、なんでなくなっちゃったの？ご飯もあったのに。そしてすだちそばもあっさりさっぱりして、もはやデザートの勢いからの私のお腹が出ている。どうしよう、これお腹なんだけど、信じられる？これお腹だよ。やらない。337拍子してたよ、お腹が。うん、満足じゃ。中さん、久々の炭水化物いかがでしたか？うまいわ。なんか封印されし、ゲートが破壊されたって感じ。ちなみに満足せんべいのメニュー、他にも後でまた機会があるときにはぜひ。うん、またなんか冬メニューとか変わりそうだもんね。あと、たまにあの辛いやつとかやったりする。え、やってほしい、ぜひに。あ、なんか満足したって感じする。普通に波だけど多分私足りなかったんだと思う。あー、美味しかった。はい、ということで、生まれて初めての丸亀製麺、相当ハードル上げてきたはずなのに、もう頭殴りまくりでした。めちゃくちゃ美味しかったです。本当にこんな美味しいものを知らなかったこと、後悔してるので、これからいっぱい丸亀製麺さん見かけたら優先的に入って食べまくりたいと思います。皆さんも丸亀製麺でおすすめのメニューとか組み合わせ、トッピングとかありましたら、ぜひ教えてください。コメント欄全部読んでます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。またね。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。